おはようございます。ザリガニ親父がまた現れました。今日は2月は8日月曜日。バイリンガル YouTuber の高野文夫が今日もコミュニケーション上の重要なポイントを一つ皆様にお伝えいたします。ただ見てるだけでですね、皆さんはコミュニケーションマスターに近づいていくでしょう。コミュニケーションのトレーナーとしてファシリテーション、プレゼンテーション、ネゴシエーションをメインに教えしている講師です。すでにですね、何千人という人を育ててます。ファシリテーター、プレゼンター、ネゴシエーターとして世の中に送り出しております。今日もですね、一つコミュニケーション上の重要なポイントをお伝えいたしますが、ちょうど今ですね、センセーショナルと言いますが、ちょっとバーニングしてるですね、森オリンピック会長の女性蔑視発言ですねについて、私なりの見解を述べたいと思います。コミュニケーショントレーナーとしての見解です。森会長はですね、もうお年ということもあるし、古い時代の教育を受けているというのもあるでしょうね。確かにですね、女は黙ってろとか、女裏で飯でも作ってるみたいなですね、古い思想を持っているのは確かだと思います。今ですね、世界が SDG なんかで私もお話しましたが、ジェンダー問題解決しなければいけないと真剣に皆様が議論しているこの中で、ちょっと時代に取り残された人だと思います。今ですね、このジェンダーの問題でお話しますと、今ですね、早朝太極拳を終わってですね、こうして YouTube で発信してますが、この霊下のですね、ここは駅前、行徳駅前公園ですが、ここに集ってるですね、連合太極拳の人々もですね、今日はですね、ことごとくおばさんとおばあさんばかりです。皆無、男性は皆無。なんで来れないかというとですね、根性ないんですよ。5時に起きられないんですよね。ほとんどバッと起きてですね、4、50人こうやって集まれるのは女性ばかり。すなわち女性はサステイナブルと言いますがね、ど根性があるんですよね。男性はダメ。そしてですね、会議なんかでは確かに女性は多弁かもしれません。普段の鬱憤がですね、発信する場所がないから、ここぞとばかり喋るのかもしれませんが、これもですね、もう時代の変遷が来てるんですから、皆様の意見をですね、一気に集めようと思ったら、集合研修ならポストイットを皆様に渡しておいて、意見を1人最低でも2つぐらいずつ上げてくださいって言えば、20人いれば40の意見が集まります。今はズームで遠隔でやってる時代ですので、ズームの場合はですね、チャットというシステムを使えば、皆様が議論してる中で横にですね、こういう意見が出てますというのがパッ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 パって出てきます。皆様テレビを見ていればそのシステムを使ってるのが見れると思います。どんどんですね、チャットで、これも言ったらいいんです、ファシリテーターは1人2つ以上チャットであなたのこれに関する見解を上げてくださいと言えばですね、バーッと上がってですね、かえって男性より女性の方からいい意見が出ると私は確信してます。時代は変わりました。森さんはですね、いい提案を提示してくれたと思います。すでに森さんのようなスタイルの人は終わってます。我々はですね、たとえ年を取っていてもですね、今の時代に合わせて皆様の意見を男女平等にチャットとかポストイットで集めて、その場で発信していく、これがですね、今風のジェンダー問題をシステムで解決しましょうというご提案です。ありがとうございました。